アニメ化が決定していた俺だけレベルアップな剣の作者休止に悲しむ人たちの反応集。作画担当の BUBU が23日に逝去。死因は脳出血とのこと。は？マジかよ。アニメ化決まったばっかりだろ。アニメ化決まったのにかわいそうやな。ごめん、ログ喪失したわ。でも2、3週前にアニメ化するっていうスレを見た。アニメ化とか言ってたのにどうした？え、そっくりの洞窟王は関係あるの？日本人だとピンこないけど。欧米じゃチェーンソーマンのアニメより期待されてるからね。せっかくアニメ化されて原作爆売れ、かも、だったのにね。監修とかで無理したならやるせないな。やはり、今がピークなんだと思う。そして、せっかく人気があるような人を、奴隷のように扱って死なせてるようじゃ。もう韓国はおしまい。いや、怖いね。アニメの収益の原作者分は遺族に行くの？そこら当たりきれいにやれよ。その当たりなんか揉めそうだな。え、ショック。コミカライズしてるやつがすげえ筆早いのは知ってる。37歳で脳出血からの死亡か。講演会はしないけど、ご冥福だけ。へえ、どこの国でも漫画家って突然死するんだね。作画担当が亡くなったのはきついな。原作者じゃなくて作画担当の方やん。原作の方か。コミックはどうするんかな。原作者でなく、作画担当らしいよ。日本でいうとかしレベルの作家じゃん。作者が亡くなったの世界中で大ニュースになってるね。ワンピースとかハンターハンターの作者が亡くなったようなもんだもんな。あの人亡くなったんだ。不摂生がたたったってところだろうかね。座りっぱなしなのが悪い。漫画描くのに座りっぱなしだからな。これが良くない。体を動かさない。徹夜が多い。ストレス。菌が入ってくるので夜遊びをする。まあ長生きできる環境じゃねえわな。漫画家は創生と言うけど元から持病持ってる人が他の仕事できなくて漫画家になってるパターンも多いと思うわ。転生系とか気持ち悪いの多いから読んだことないが作品名は覚えある。しかし漫画家って短命なの多いよな。ご冥福をお祈りいたします。そこそこ若くして死んだのはちょっとかわいそうだわさ。ちっと待ってくれよ。ピッコまで毎日1話ずつただで読んでるんだけど、これは完結するの？他の漫画家が引き継ぐということもないわけじゃないけど、普通に原稿が完成しているところまでで打ち切りじゃね？この板で見るまで原作が向こうの人間とかもともと反日な作品とかは知らんかった。普通のナロー系ファンタジーだと思ってて、楽しく読んでたのよね。日本用にローカライズしてるよ。原作じゃ主人公は韓国人で、日本人をボコす漫画になってる。日本市場向けに舞台を改変偽装してんだよ。いつもの挑戦仕草。原作では、コリアンが日本人を叩きのめす内容。日本ローカライズでは、日本人が仮想敵を叩きのめす内容。うん、そのあたりのことはここでアニメかうんぬんの記事で見て知った。でもすでに120話以上読んで面白いと思ってたし、自分としてはどうでもいい話だったのよ。ただ、ちゃんと完結まで読ませてほしい。完結はしてたはずでは？最後にどんでん返しみたいなことして、ナロー系らしからぬ話になったのかと思ったが、途中で飽きたのであとは読んでない。ちょっと前に話題になった時に途中からグダグダになるとか書いてごめんなさい。ガンガンゴリ押しされてるイメージだったけどぽっくり行くとは。原作者は反日の方だったみたいだけど、そんなこと関係ないよ。漫画版最後まですごく面白かった。悲しい。